女優の杉恵美香さんが11日、東京都内で開催された17日スタートの連続ドラマ、派遣占い師、あたる、テレビ朝日系、木曜午後9時の制作発表記者会見に出席。お仕事ドラマの本作で主演を務める杉咲さんは、仕事のモチベーションを上げる方法について聞かれ、ご褒美の時間を作ることです。私はご飯を食べるのが大好きで、スタジオ撮影の日は自分で買いに行ったり持ってきていますと明かした。会見には小沢幸義さん、志田未来さん、間宮祥太朗さん、志尊淳さん、野波真帆さん、板谷由佳さん、若村真由美さん、及川光博さんも出席。小沢さんが、花ちゃんの才能は自然とお菓子が寄ってくること、気づくとお菓子の国ができていて、すごくハートウォーミングな現場ですと話すと、杉咲さんは寄ってくるというより、私が寄せ集めているんです、すいません、食いしん坊でと照れ笑い。さらに間宮さんから、メイクの間大量にイチゴを食べている雪高さんから、杉咲さんは太陽みたいな、こうなんですが、食に対する貪欲さがすごくて、昼食に何を食べるか、みんなにアンケートを取っていると、食いしん坊エピソードを暴露されていた。ドラマは、家政婦の見た、日本テレビ系などで知られる、湯川和彦さんが脚本を担当。イベント会社、シンシアイベンツが、舞台で、杉咲さん演じる派遣社員の的場中、的場、あたるが、他人の悩みや原風景などを見る、特殊能力を駆使して、周囲の正社員が抱える悩みを、根本から解決していく。平成最後の、新、働き方改革を描くコメディ作品となる、